バンビングダイナマイト、チェストバーニング、スイングオブギャラクシー、バイランドスマッシュブラザーズ、ゼイサーです。本日は7月だよ、全員集合。7月に入りました、はい、で先日ね、リリーグのアワードが終わり、2122シーズンが正式に終了した後、でなんとうちのジュニアツイックス KDR がファーボダンサーダンサーで100万円獲得。よっしゃ、 YouTube 企画費めっちゃ上がったよ。やったらっけー。100万円あったら何の企画したい？うわー、スカイダイビング1万円ガチャ100万円、宝くじを100万円向かって増やしちゃう。ああ、そういうやつが将来終わるんで。7月に入りまして、 YouTube 先月の登録者数の目標が2000人と大きく歌いましたが、オフシーズンに入り素材のね質をちょっと上げようと外のね企画だったりとか増やした結果、全然投稿できずに7月を迎えました。7月30日にフルキャストレイザーズファンミーティングが開催決定しました。将来的にはこの YouTube で登録者数が伸びてきたりとかした時に、ファンミーティングみたいなんでこう応援してくれてる人と絡んでいくみたいなのがあったらちょっと面白そうじゃない？はいはい、確かに面白そう。ノンプロテインシェイクとか爆速ジェンガとかを、まあ、みんなでやる。みんなでやるのやばい。だからもういいね、机めっちゃ設置して立ち上がってった人たちが、ね、俺らと戦えるっていう。あー、それおもろい。あー、やばいね、それめっちゃおもろいな。そこまでにでもっと企画を作っとかないと。紙企画がいっぱい、紙企画をいっぱいちょっと作っとかないといけないから。紙企画言えどね、2000回再生されてないから。確かに神経衰弱の時の太一髪がかった強かった。あれでやりたかったの。あの時何やってたんだけど、もう家で神経衰弱してた。危ないやつ。1月に入りました、夏です。熱中症に本当に気をつけてほしい。やばいよね。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、ごめんちゃう、よろしくお願いします。それでは次の動画もお楽しみに。またね。田中ちょっと返してもいいですか。すいません。俺らの田中、そうこっちの田中なんで。あ、そこそこ愛着湧きました。愛着、いや全然そんなもんない。わかんない。愛着湧いてるやん。うわー。